こんにちは。ここは香港ジプラプ国国際空港です。先ほどインチョン空港からキャセイパシフィックの飛行機で香港に到着しましたけれども、ここは最終目的地ではありません。ここでトランジットをして飛行機を乗り換えまして、もう少し南の方ジャカルタへ向かうことになります。よろしくお願いします。たまたま映してた、ここはね、私が乗る機材が来る場所だそうですけど、まだ来てないんですね。今の時間が1時40分を過ぎたところで、出発時刻が15時50分かなんかなんで、まだ来てなくて当然なんですが、何やらビジネスジェットみたいな飛行機が飛んできました。ガルフストリームかチャレンジャーか、かっこいいですよね、こういう飛行機ね。どこのお偉いさんが乗ってるのかな。プライベートジェットだと思いますけど、ああいうの一回乗ってみたいですね。なんか東京と田島の間で、こういった小型のビジネスジェットを使った便を、ね、運航する、なんか抽選で、2人だけこう当たって乗るっていうのがニュースになってましたけど、いや、なんかちょっと羨ましいなと思います。次にやってきますのがシンガポール航空のエアバス A380。 ここの空港いいな。ちょうどターミナルのね、北側にいるんですけど、降りてくる飛行機がもうバッチリね、こう見えるんですよね、ずっと。ここはこう飛行機好きな人はなかなか良さそうな場所ですよ。わあ、ルフトハンザの380が降りたと思ったら、今度また380が、あれはなんかブリティッシュエアウェイズっぽいですけどね、すごいな、楽しいな。さっきからね、なんだろう、もう1分2分間隔ぐらいでボンボン降りてくるんですよね。すごいすごい。飛行機の話ばっかりしても仕方がないんですけど、この香港国際空港はもともと1998年頃までは、空論の方にあります、本当に街中のね、香港の街中に昔の開拓国際空港という空港がありまして、そこが香港の国際空港玄関口だったんですが、滑走路が1本しかないというのとね、本当にせせこましいところにありまして、もう敷地を広げることができない。で、1980年代ぐらいの時点でもうキャパをオーバーしていたそうです。それで急遽新しく空港を作る必要があるということで、このチェクラッコ国際空港の建設が始まったということです。当時はイギリス領だったと思うんですけど、それでなんかイギリスが、ね、最後に置き土産的な感じで作るというものになったそうです。でも結局1998年に開港しまして、73年の歴史が開拓空港は閉じられたということだそうです。開拓空港って何が有名って言ったらね、開拓アプローチって言って、滑走路がね、本当に山に囲まれたところにあるので、飛行機が着陸する前直前にぐるっとこう大回りをするような、そういうアプローチの方法を取ってたわけですね。そのシーンが大変すごい勢いが凄まじいということで、結構たくさんYouTube にも動画が上がってると思いますので、ぜひ開拓香港アプローチとかチェッカーボードアプローチとかで調べていただければ、なかなか迫力のある動画がたくさん出てくると思います。開拓のアプローチの話もなんか3回か4回ぐらいしたような気がするんで、もう耳だこかもしれませんけど、それの開拓空港時代以上に今本数が増えているような気がしますね。滑走路は今2本この空港はあるんですが、おそらくオープンパラレルで両方とも同時に離着陸で使用することが可能ということになってます。本当ね、どんどん降りてくるんですよね、すごいな。空港の規模もインチョンとか羽田とかその辺とね、あとシンガポールのチャンギとか、あの辺とも並ぶようなかなり大きなもので、すごい奥の方までずらーっとこう並んでますけれども、ここから先こう Y の字にこの先が分かれている、そんなターミナルを形状しているようです。ですからこのターミナルの中だけであればね、全て徒歩で移動することができて、何やらその何て言うんですかね、トレイン列車みたいなやつにね、乗って移動するっていうことは必要はないようです。もう一つ向こう側にね、ちょっと飛び島があるんですけど、そちらに行く場合はやはり列車か何かに乗っていく必要があるそうです。韓国のフォーソーアパートもなかなかのもんですけど、香港もすごいですね。かなり高い高層アパートがずらりと並んでます。着陸してくる時も上からずっと眺めてましたけど、高いアパートが所狭しと並んでおりました。この辺もやっぱりあれかな、韓国の朝鮮半島と同じような感じで岩盤の上に、こうできてるっていうような感じなんで、地震が少ないっていうのもあると思うんですけれども、少
少ない土地を有効に活用している、そんな感じがします。初めて来る異国の地で自分の国の航空会社を見つけると、なんだかちょっと嬉しく心強くなるような気もします。あ、このうちの会社が、日本の会社が就航してるんだったら、まあ、大丈夫、全然大丈夫、問題ないんですけども、やはりそういう気持ちにさせてくれる。これはさっき着いたんですけど、どっから来たのかな。全日空は成田と関空と、あとどこだったかな、2つ3つぐらいから来てたはずなんですけどね。本日は2019年の10月3日なんですが、あの8月だったかな、9月かな、あの香港の暴動がねずっと起きてまして、ずっと継続されて、結構空港の方でも被害が出ていると。空港鉄道のなんか改札機が壊されたりっていうことがあったそうで、でその際は飛行機もね何百便とか欠航になったっていうことを聞いています。だからっていうわけではないんですけれども、まあ、今回トランジットで寄っただけなので、別に空港から出る必要はないなということで、でも空港の中だけで過ごすことにしました。なんだろうな、あのいつも私が利用するのはインチョン空港をよく利用するんですけれども、こっちのチョクラッコ国際空港の方はターミナルに開放感がありますね。なんか天井が全体的に高いというわけではないんですけど、壁はあんまりなくて全部柱で持ってるというような感じで、インチョン空港の場合だったらこの待合のところと真ん中のこの通路の間に大体こう壁とか お店があって仕切られているようなイメージなんですが、ここはねそんなことなくって、本当になんか広々とした感じですね。これも確か、あの多分有名な人がデザインしてるんだと思いますけど、そこまで調べてないんでね、ちょっとよく分かりません。中国でもそうらしいんですけど、この熱いホットドリンキングウォーターっていうのが至る所に準備されてるっていうのは、やっぱりこの中国圏の中国香港あのね特徴だそうです。台湾はねなかったと思うんですけど、 どうだったかな。今日は休みでも何でもない平日なのでガラガラですね。時間も午後の2時とかそんな時間帯なんでね、長距離便はだいたいみんな夜行便を選ぶことが多いはずです。全日空の機体が日本へ向けて旅立っていきます。小さいからどっか地方の空港なのかな、よく分かりませんけどね。この奥はね貨物機がたくさん並んでますね。民間機としてはかなり数が比率数あるジャンボジェットですが、その構造的な特徴を生かして貨物機ではまだ多くのジャンボが現役で働いております。現役というかね、新しく製造されている貨物用のジャンボもたくさんあるんですよね。よく見たら NCA もいるじゃないか、日本エアカー、日本カーか、日本、あれなんか塗装が変わったような気がするな、こんなんじゃなかったような気がしますけど、まあいいや。最大のハブ空港だけあって、どこを見てもキャセイパシフィックの機体が並んでます。赤い機体はキャセイドラゴンかなんかだったかな、なんか子会社かなんかだと思うんですけど、キャセイパシフィックと聞くとバリーホワイトの愛のテーマを思い出しています。3時間ほど滞在しましたが、香港国際空港出発して、これからインドネシア共和国ジャカルタ向かいます。あ、今消えましたけどね、光る、接触は悪いのかな。ジャカルタまでは5時間ほどのフライトになります。到着するのは現地時刻です。 Very good afternoon ladies and gentlemen, on behalf of Cathay Pacific Airways。 このちょっとしたものが置けるこのスペースいいな。インチョンから乗ったやつにはこんなのなかったんですね。お、電気がついた。
到着しました。ここはインドネシア共和国、スカルノハッタ国際空港です。なんだろう、香港に着いた時もちょっとあの独特の香りがしたんですが、インドネシアまたこれは独特の、なんだ、フィリピンに行った時と同じような香りがしますね。熱帯の気候の香りというんですかね、湿気の香りなんですが、日本とはまた違う香り。空港もさすがインドネシアの顔とあってとても綺麗ですね。ターミナル3に着いたのか、2だと思ったら3でしたね。3はあの日本の航空会社で来る場合はだいたいターミナル3に着くそうなんで、じゃあ同じようなルートをたどれそうですね。インドネシアのジャワの方とかでサラサラとこの布物がね結構有名なので、そんな感じの模したモニュメントのようなものもあります。こちらは仏塔が置いてありますね。なんすごいね、この歓迎の具合がなかなか豪華に、至る所にこうインドネシアらしいものが置いてあって展示してあって、ね、到着してからも結構な歓迎っぷり、そんな感じです。ただちょっとこれイニグリまでが、ね、結構長そうですね。どこまであるんだこれ、ずっとみんな歩いて行ってますけど。インドネシア共和国は多民族国家で、いろんな部族といいますか民族の人たちがより集まってできた共和国ですので、多分いろんなねその文化のものがこういろいろ展示されているんじゃないのかな。詳しくないんでよく知らないんですけれども、そんな気がします。なんだ、あと9分って書いてあると、9分歩けって書いてあるな。ああ長い、だからずっとこの動く歩道がね整備されてるみたいですけど、これまた何だろうな、何か箱がいっぱい置いてありますけど、あれで何かを取ったり作ったりするんでしょうね。なお空港のこういった案内看板には しっかりと日本語も併記をされているので、日本人の方でも全く問題ありません。時差は日本とは2時間時差があるようで、日本時間で9時36分なんですけど、こちらは7時36分ということになるようです。トラベロカ宣伝してますね。この東南アジア地方の地区のなんかいろいろホテルとか飛行機とか列車を予約する場合は、あのトラベロカというサイトが一番いいということで今評判だったそうなんですけど、私も今回そのトラベロカを使って予約したものがあります。こっちはチケット .com の宣伝してますね。チケット .com はね、こういろいろネットで調べたら日本のクレジットカードで決済できないとか言って、そんな記事がいっぱい出てきました。飛行機のチケットはね問題なくできたんですけどね、ちょっとよくわかりません、その辺は。空港の外に出てきました。蒸し暑いな。あのフィリピンに一回行ったことあるんですけど、そこと同じようなね感じですね。匂いとかこの蒸し暑さとかね。そしてここは第3ターミナルなんで、これからねよいしょ第1ターミナルの方に向かいます。今日はそこにあるホテルに泊まる予定にしてますので、この空港からは動きません。市内の方には行きませんので、まあ、この動画はねここまでにしたいなと思います。あ、そうそう、キャセイパシフィックのね良かったですよ。さすがやっぱフルサービスキャリアだけあって、ただ USB の電源がねあのうまく充電できないっていうのがあったんで、そこだけ私の隣にね座ってた人ね、結局あのどっか違うところに移っちゃったみたいなんですよね。で結局最後まで戻ってこなかったんで、どっかちゃんと USB が充電できるところに移動したみたいです。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。この後はそのね第1ターミナルの方にあるホテルのご紹介ができたらいいかなと思います。だいたいね第3ターミナルにあるカプセルホテルの紹介は結構皆さんしてるところがあるみたいなんですけど、第1ターミナルって国内線専用のターミナルのはずなんでね、そこに泊まる人ってなかなかいないと思うんですけど、私は明日国内線に乗ってまた違うところにこのジャカルタから移動します。あの市内の方にはちょっと行かないんですけど、今日は行きません。明日も多分行かないな、うん、行かない。ということで、ご視聴ありがとうございました。